ハブは通常このような形でオイルにセットをします。今ボルトを通したところです。通したボルトにワッシャーとナットを手締めしていきます。ここでいきなり工具でやってしまうと、実はワッシャーが割れたりですとかしますので、特に少量でやる場合は手締めが有効です。このような形でセットします。ただ今こちらのハブは見本ですので、ベアリングが入っていません。ベアリングを入れて完成になります。